東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか J2 の京都サンガ FC は。 元アンダー2 3日本代表フォワードエスクデロセルヒオを獲得したことを発表した。背番号は10。浦和レッズのジュニアユース出身のエスクデロは2005年にトップチーム昇格。2007年6月に日本国籍を取得し、アンダー2 3日本代表として北京五輪候補メンバーに選出されている。スペイン出身で171センチ、73キロ。浦和の下部組織を経て2005年にトップに昇格し、 J1 で81試合出場7得点07年に日本国籍を取得した12年途中から韓国系リーグの FC ソウルに移り ACL で準優勝15年から中国スーパーリーグの治安数ソネイでプレーした持ち味のドリブル突破だけでなく勝負強さや精神面での成長に自信を見せ海外では毎年 K15 のゴールとアシストを記録したゴールに絡むプレーを見てほしいと話す チアンス・ソネイはこの冬にシャフターール・ドネツクからアレックス・テイシェイラやチェルシーからブラジル代表ミッドフィルダー・ラミレスを総額100億円で獲得するなど爆買いを続けてきたエスクデロは常に日本代表への思いを語っており先日は自身の SNS で中国でのプレーに悩んでいることを打ち明けていた今回の京都加入で4年半ぶりの J リーグ復帰となる2月上旬まで 前チームのキャンプにも帯同し、体は動く。4年半ぶりの日本に、食事は美味しいし、安心できてノーストレスと笑顔を見せる。中国でも、毎週 J リーグの映像を見ていたという。京都は、今年が勝負の年。僕も日本代表を目指していて、本当に勝負の年。活躍できればチャンスはあると野心をのぞかせた。エスクデロは、クラブを通じ、昨年12月頃に、 京都から声をかけてもらって、熱い思いを伝えられていました。京都でプレーできれば幸せだなと感じていましたが、今回、中国のクラブで契約解除になって、すぐにオファーをいただきました。J2 優勝と昇格を実現するために、僕の力を最大限出したいと感じて、京都に来ることを決意しました。23歳の時に日本を出て、約4年半ぶりに帰ってきて、今が選手として一番自信を持っているタイミングだし。 1>, 1日でも早くサポーターに認めてもらえるよう、ピッチ内外でプロフェッショナルな姿を表現したいと思いますとコメントした。